今日はみんな迷惑かけてる。おはようございます。2番ホール、はい、みんな上々の立ち上がり、ボギーボギーダボ、ボギーダボダボか。天気もいいし風もちょっと見てきました。いつものホームコースなので3人揃って100切り目指して頑張るぞ。おう、ニュードライバーやっぱりいい調子。いい、もうちょっと本当はこのなんか今最近はさ、うん、こっちよりもこっちの方が大事みたいね。シャフト、シャフトが大事なんだけど、本当はもうちょっと硬いのが良かったんだけど、そっちはさらに 5,6 センチ高いのよ。フレックス S よりも硬いシャフトってあるんだ。フレックス S でもあのツアー AD っていう、うん、ちょっと硬いのがある、うん、それがくっついてると、うん、高い。なんかやっぱ、うん、そうだよ、違うな。会話も会話してるもん。会話もゴルフになってきたね。久しぶりだからね。いやー、なんか小西くん入ってくれただけで、うん、すげえゴルフしてる感じになって。そうだね。いつもこんな感じなんだよ、あの本当に。いいじゃん。スコアは分かんないんだ。お互いに。とか言ってる。離れちゃったところ？え、大丈夫だよ。いいじゃん。まだいるもんね。あ、見てくる。あ、でもパー5だ。ロングホール。カートいない。カートいない。カートないね。もう旗向こうです。あ、やべ。ちょっともっと転がって、おお、跳ねた。おお、260近くいいっすよね。そこにもうグリーンがあって、大丈夫か、うん、ああ、右だ。やめて、入んないから。あ、ダメだ、つえ。あ、つえ、やべ。やっともた。やじみつつんじゃないよ、ほんとに。そうなんです。ナイス。おー、ナイスタッチ、ナイスタッチ。これは OK ですね。いいね。うおお。嘘でしょ。いやー、ショック。俺はい。ショック。はい。でもやっぱりレベルの違いを見せつけられるね。入って出たから。タイガーって呼ぶ。同じだよ。嘘でしょ。って午前中振り返って、やっぱり火災のうまさが光ったね。ゴルフやってたもん、うん、やっぱりアプローチもパットも、うん、だからあれだよ、俺は練習バリバリしてんだぞとか言っちゃうから俺練習行っちゃったんじゃん。もっと言えば俺もゴルフバリバリやってますって言うからドライバー買っちゃったんだよ。5回ぐらい前あたりからもうイメージ的には100切れる。もうかなり100切ってるよね、頭の中で。そうそうそう。でも本当にダボペースとかありえないんだもん。でも今日全然使ってないからね。でもさ、ゴルフもあれだけどさ、今日一番受けたのヨシちゃんにさ、
俺のこと撮ってっつって渡したんですよ。本当だよ。どうやって撮るのっつってさ。すげえってよく俺逆にしたりするじゃん。渡し方が違うから逆が。渡し方とかあんのかよ。まあ午後は頑張りましょう。午後も。楽しいよ。いつだった？ 50？ 58だけど、17番が3打でホールアウトしてることになってるから、そうだよね、そこだよね。